フォーダム大学はアメリカ合衆国ニューヨーク州に立地するイエズス会系の名門私立大学。1841年にセントジョンズカレッジとしてカトリックのニューヨーク大司教区により設立され、1846年にニューヨーク州の認可を受け、ケンタッキーのセントメリーズカレッジなどからイエズス会の教員が招かれた。 以来イエズス会の伝統によると形容されるが、1969年以降の理事会は非正職者が多数を占める。1907年にフォーダム大学に改名。2008年12月現在の大学院を含めた学生数は14,544人である。同学はブロンクス区のローズヒル地区、ブロンクス公園の西隣に本部キャンパスを構えているほか マンハッタンのリンカーンセンター及び北高のウェストチェスター郡ハリソン町にもキャンパスを置いている。フォーダム大学の学部は教養学部のほか、経営学部と芸術学部を有し、約8000人の学生を抱えている。芸術学部では舞台芸術学科の評価が高い。一方、大学院は分離学、経営学、教育学、法学、宗教学、 社会科学の6研究科が設置されており、修士、博士課程合わせて約7000人の学生が在籍している。フォーダム大学は2017年に US News World ポートによる全米大学ランキングにおいては61位でランクインしている。また、芸術と人文科学のための世界ランキングでは195位にランクインしている。2019年、ホーブスは 全米大学ランキングの中で141位としている。また、フォーダム大学は付属校として4年生の男子のみの大学進学予備高校を有する。この高校は1972年に法的に大学と別組織になり、本部キャンパスの北西角に隣接する地に校舎を移転した。ありがとうございます。